いつもダマス高浜ファームです。色彩選別機の紹介します。佐竹のサクセスシリーズの色線です。まあ、高級路線ですね。このエンブレム、某自動車メーカーをちょっと彷彿させるような感じですけど、もうちゃんとエンブレムまでついてます。で、型式名は SGS2300、まあ、2300なんで1時間に2.3トン、2300キロ、2300キロなんで、まあ、38秒ぐらいまで対応するというふうな形ですね。なんで5インチに直結できるモデルです。で、なんでこれにしたかというと、2020年の1月か2月かそこらぐらいに、じゃあ色線を何を入れるかというふうな機械屋さんと相談してました。で、その時にこの前のモデル多分2000かなだと、コミュニティでも質問したんですけど、不良品が多くなるとエラーを入って止まってしまうよというふうなことがあったようです。まあ、実際使ってる人からもあんまり不良品が多いとちょっとエラーで止まってしまうというふうなことで、じゃあそうなると、まあ、他のメーカーのこれ二次選別といって、こっちで弾いて、まあ、こっちでまた弾き直す、まあ、二次選別のタイプなんですけど、そうじゃなくて一発で弾いていくタイプの他のメーカーのものを導入しようとしてました。白米をするときにこの LED のライトを交換したりしなきゃいけないとか、そういう手間がありました。やっぱり佐竹さんのこのフルカラータイプはすごい最後まで捨てがたくて、まあ、欲しいなと思っていたところに、ちょうどよくこの新製品が発表されるというふうなことでホームページに載ったんで、すぐこれをこれと注文してくれというふうな形で購入することになりました。前のモデルだと多分このライトが温まるまで30分とかそういう暖気運転が必要だったんですが、それもまあネックだったんですけど、それも改善されて5分、たった5分で暖気運転が終了。あとは各部品、そのエアで弾くところが強化されたり、まあ、バケットとか細かいところがやっぱ耐久性がアップしてるんです。もうこれを使ってようになってから、今年はもう揉み釣りはものすごい安心です。これちょっと高価な機械ですけど、こんなに揉み釣りをして綺麗な米が出てくるのかと感動しました。まずカメムシは当たり前に弾くし、まあ、揉み釣りでも選別はちゃんとしてるんですけど、どうしてもアラが混ざってしまう、それも弾く、まあ、この辺で設定、その辺の設定はありますが、まあ、持ち玄米、白米、もし白米、まあ、ここで全部設定できます。で、感度調整、この辺で細かい調整、まあ、この辺が標準で、異物のあたりまで標準でやってるんですが、青未熟と乳白はまあ米の状態を見てここでオンにしたりオフにしたりします。はい、まあ、乳白マイナス10の状態からがオンです。この青未熟もそうです。まあ、この辺は一番下のあたりで軽くかけてます。はい、こんな感じで、なんでこの感度調整もすごい簡単です。まあ、中はこんな感じで、これもすごいのはもう魔法の機械だと思ってます。で、色彩選別機というのはこうものすごいスピードで流れている米をカメラで見て、で、あ、これはちょっと虫食ったような黒い粒だと認識したら、流れてた先でエアーで一粒一粒パシッと弾くというふうな機械です。ものすごい技術が使われているなと思います。で、こっちの、まあ、平面の方で最初流れてたのを弾いて、まあ、多分ここで弾くと悪い米と一緒にちょっといい米も一緒に弾けるんだと思います。で、それがこっちの二次選別がこっちに入って、で、また改めて弾き直すしするということで、まあ、いい米を巻き込まないようにしてるのだと、まあ、思ってます。ここから出てくるんですが、悪い米は下から出てきます。で、実際出てきたこの不良品はこんな感じです。もう本当にまだ皮がむけてない粗だったり、この黒いカメムシがつい食べた食害、カメムシの食害の黒い粒、あとはちょっと白いやっぱ乳白だったというか、石なんかも入ってます。
で結構大きめの石なんかも弾いてるんで、あ、こんなでかいのもエアで飛ばせるんだなとびっくりしました。逆にこの中からいい粒があるのかなと思って、全く被害のないその良品が混ざってるのかなと思って探してみたんですが、ほとんど見当たりませんでした。というか多分限りなく少ない状態です。でこの画面に、まあ、1秒間に何回噴射してるかっていうような表示がされるんで、まあ、それが1とか2回ぐらいだとほとんどまあカメムシの被害はないのかなと思ってやってます。ただそれが7とか5以上にやってくるとやっぱ少しやっぱり被害があったのかなと思いながら今回は今年はやってました。で、まあ、自分が主に安心安全な米っていうのは、まあ、農薬動向、まあ、農薬は適正に使用してるからなんですが、それよりもやっぱり食べた時に異物が入って、例えばガラスとかというプラスチック片とか石とかでやっぱり口を怪我してしまったって言えば、これはもう安心な米、安心で安全な米なではないのかなってやっぱり思います。やっぱり異物なんていうのは一番嫌われるん で、自分もやっぱり個人の方に販売してたりするので、その時にそういうことを考えるとやっぱりこういう畜栓っていうのはやっぱり必要なのかなと思って導入しました。やっぱり美味しい米が一番だとは言いますが、やっぱり見た目がどうしても真っ黒い米だったり、まあ、虫食いの黒い米がいっぱい入ってたりすると、やっぱり米って白くて一粒二粒、まあ、点々とあると結構目立つん でクレームにもなります。これは何ですかとまあそういうのもやっぱり言われるのも嫌ですし、まあ、やっぱりできるだけやっぱり見た目のまずは綺麗な米を売りたいなと思っています。一般的にあのスーパーなんかで売ってる米なんか本当にあの精米した後に色線を2回通してこのもう最大限の注意を払ってような売ってる米だったりするんで、やっぱり個人で売る時もそれぐらいのレベルで、まあ安心安全な米を提供したいなと思ってます。なんでうちはだいたい玄米でも通して、あとは精米してからもチェックの意味でもかけてます。値段が高かったんですが、それだけの満足度はあります。あとはこれでカメムシは、去年大変悩んだカメムシには全く怖くなくなりました。大変気に入ってます、このサクセスの、まあ、佐竹さんのフルカラーの色彩選別機、まあ、見た目もかっこいいですし、はい、ただもうこの黒が光りすぎて一つのネックはホコリがかぶるとすごい気になるということを、まあ、それぐらいです、はい、色彩選別機の紹介でした。それでは。これあの私がデザインした登り旗です。まあ、色線受けたまわりますというアピールのための登り旗なんですが、まあ、これよければ下の説明欄のところにアプティというサイトから買えるんで、まあ、欲しい人は買ってみてください。はい。